どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールインボーク、迫る強靭の難易度へやっていきたいと思います。グール限定で、クリアすることとスキルフィニッシュが条件ですね。やっていきましょう。フレンドにはなんか 強そうな SSR リゼさん連れてきました。なんかランク150の方なので結構まあ育てているんでしょう。つか真ん中のやつが持ってる雰囲気なんだこれ。これギルガメッシュのホーグじゃないの？怪力剣じゃないの？違うわ。よく見たら全然違う。でも普通にかっけえな、この剣。モンハンとかで出てきそう。最近モンハンやってるんでね。ブレイクさすか。リゼさんのスキルを使わそう。いや、でもどうだろう。アヤト先ためで。いや、でも、俺のアヤトなんてさ、正直言って、そんなあれだぜ。まあいいや。とりあえず、リゼ。リゼって、こいつの攻撃。ふざけてんだろマジで。ふざけんだよこいつの攻撃、舐めてんの。往復ビンタじゃん。いや今初めて見た。え、全然食らわねえ。ガードされたのか。あー、いや、ここスルーでいいか。敵に一旦くれてやろうと。覚醒して超アップだったよ確かリゼさん。そうだったはず。我が怪力剣ギルガメッシュかと思った。真ん中のやつギルガメッシュで命名だ。何こいつら。これホローじゃないの？ホローのパチモンみたいな。パチモンか、これ。ホローのパチモンみたいなのつけてんの。あ、でもよく見たら腕になんかさ、ドラえもんの空気砲みたいなはめ。どうでもいいわ。スキルブッド使って。初めて見るんですよ。あ、見えそう。見えって。もっと私をどこか。やばし。リゼさんの角ね、細っ。こんな細かったっけ。あ、どうでもいいわ。え、もうスキル溜まったんだけど、これどうなんだろう。2回目使ったらまたあれなのかな。まあいいか。ブレイクで、これで1回打たし出して、アヤトに溜めさせて、溜まれ。よし、スキルブーストでこいつを、こいつもカグネ出させて、こういうさ、2段階のやつ多いよね。インボって。1回カグネ出さすみたいな。いいんだけどさ、よいしょ、出して、どれぐらい溜まって、まあまあ強いね。ここで、金木を出すべきか、出さぬべきか。一応次、ウタさん溜めといて、オッケー。あ、死んだか。で、マドさんは、これどうしようかな。スキルでフィニッシュだから、金木よりアヤトでいくか。ちょっととりあえずこれ、リゼンなんか使ってみていいかな。見事。あ、200、リゼで倒したらよかったかな、これ。しくったな。リゼで倒そう。アヤトで倒すのやめ。アヤトで倒すのやめ。5ターンだっけ ?5 ターンだって気がする。今3ターン目ぐらいだよな。アヤト使いの。そんな食らないでしょ。あ、でもスキルブースト使ってなくてこれか。そんな育てた覚えなかったんで。見事。相変わらず金木ザケーな、俺の金木、相変わらず雑魚。いや、このターン中に倒したろうかと思ったけど、倒せなそうなんで次に持ち越しさ。次いけるだろう。どうかな。何、前衛に8パスダメージ、稀に麻痺。麻痺とかやめろ。は、死ぬじゃんこれ。どうかな。やばい。全員麻痺してんだけど。嘘だろう。これ初見殺しすぎん。これ初見殺しすぎん。もうコンティニューするの嫌なんだけど。普通に攻めてればよかったかな。普通にスキルブースト使って、リゼの格ね使ってたよ。格ねじゃないわ、何ダメージ使ってたら勝ててたのか。何であんなダメージ食らったんだろう。まあいいや。
待って、まさかの初見負けるって。俺余裕って言おうとしたんだけど、なんか負けるっていう、あ、まさかのパターンでしたね。これはちょっと反省して、あ、真面目にキャラ育成でもしますか。というわけで、というわけで、何これ、迫る狂人か、迫る狂人の難易度へ初見で行ったが、あ、足元救われたということで、皆さん気をつけましょう。というわけでお疲れ様でした。また次回の授業動画でお会いしましょう。